皆さんこんばんは、ティライです。今日は二次プロジェクト2の韓国反応について話してみようと思います。今回の二次プロジェクトシーズン2は男子グループなんですよね。こう前から二次プロジェクトをするっていう噂は韓国でもあったんですよ。この時韓国反応は面白そう、絶対見よう、人気になりそうとか、リジュがすごく人気だから当然すると思った。日本で放送した他のオーディションとレベルが違う感じ。男バージョン面白そう。ちゃんとした人材が出ますように。男バージョンは 100% うまくなりそうっていう、まあ楽しみにしてる人が多かったんですよ。でも今回はちょっと否定的な人が多かった。まあ大抵ラウド2020年新人女子アイドルに、まあ、日本男子アイドルまで、まあ、多すぎてちゃんと管理できるか、まあ、心配だっていう、まあ、こういう反応が多いんですね。僕はラウドが噂の二次プロジェクトなのかなって思ったんですけど、まあ違かったんですね。でも求めることはなんか一緒じゃないかなって思いました。まあ、今回二次プロジェクトの動画で JY パクさんがダンス、ボーカル、モデル、レップ、まあ、意外に作詞作曲も見るって言ったんじゃないですか。今ラウドを見たら元の曲に自分が作った歌詞を入れたり、まあ、最初から作詞作曲までする人もいますね。今 JY パクさんが、まあ、新世代のアイドルに望むのって、まあ、こういう人たちを求めるんだなって思いました。そして今回オーディションする場所を見たら日本、韓国、アメリカなんですよね。これってラウズに参加した人も、まあ、出る可能性があるんじゃないかなって僕はそう思いました。ラウドを見てる方は分かると思うんですけど、こうラウドは今デビューするっていう感じじゃないですか。まあコッキー君とケイジ君が本当上手なんですけど、まだ韓国語がちょっと難しいんですよね。そして今デビューするにはちょっと若すぎるのもあるから、ちょっと時間がかかるんじゃないかなってまあ思うのかな。今までこう JYP のオーディションを見て思ったのが、まあ、JY パクさんがこうハマる参加者って、ちょっと JY パクさんの顔を見ると、まあ、表情に出るんじゃないですか。ラウド参加者で今コキ君とこうケイジ君にハマったんじゃないかなって個人的にはそう思いました。なぜかというと、こうコキ君はまあ最初ダンスする時にまあ惚れたと思うし、ケイジ君は、まあ、JY パクさんの弟子、まあ、レインさんがいるんですけど、こうレインさんと同じだっていたから、ちょっとそうではないかなって思いました。だからデビューが難しくなっても、まあ、絶対話さないと思うんですよ。そうやって JYP の練習生になり、まあ、二次プロジェクトに参加する可能性も、まあ、ありじゃないかなって、まあ、そう思うし、二次プロジェクトと一緒にまあデビューするのではないかなって、まあ、個人的にはそう思ってみました。実際にオーディション番組で、まあ、いい成績を取り、まあ、所属事務所に入ったんですけど、またこうオーディション番組に参加する人も結構いましたね。こう例えばトレジョのパゲダンっていう人も K-POP スターっていうオーディション番組で、まあ、2位を記録し、まあ、あの時11歳だったから YG の練習生になって、また YG 宝石箱っていうオーディションに出ましたね。だからコキ君とケイジ君も可能性的には低いけどありありじゃないかなって思いました。こう新しい二次プロジェクトに絶対 JYP 練習生が参加するんじゃないですか。そして大きなメリットもあるんですよね。こうリジュが今こう日本ですごく活躍しているんですが、まあ、リジュプロジェクトの時こう韓国ではそんなに人気ではなかったんですよね。でも今コキ君とケイジ君は、まあ、韓国でもすごく人気だから、まあ、コキ君とケイジ君がリジュプロジェクトに出るとか、まあ、同じメンバーとして、まあ、デビューをすることになったら、まあ、最初から韓国にも話題になると思うし、まあ後で韓国で活動する時も結構いいんじゃないかなって思いますね。だから日本、韓国、まあ、どっちも人気になる可能性が高くなるから、まあ、これがメリットだと思いました。まああくまで僕の個人的な意見であり、まあ実際にどうなるか分かりませんね。
まあでも僕はリーチプロジェクト楽しみにしてます。皆さんはどう思いますか？まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。ラクラク。